お、こんにちは。お、テロリストです。逆光でまんま見ない。役に天気っすね。お前なですね。ごめんね、あんな紹介の仕方してな。とんでもないです。全く黒いけどな。はい、恥ずかしいですね。うん、まだ照れてる。相変わらず恥ずかしいですね。なれへんな、なれへんな。ありがとうございます。おかんは喜んでました。あ、ほんま。お母さんがやった、YouTube 出れた。あ、そう。お母さんちょっと交渉しといて、今度わかりました、うん、さあ、今日はよろしくよ。あ、よろしくお願いします。え、5代目来てんの？え、5代目来てんの？5代目は今日来てないと思います。さあ始めよう。やろうか。もう普通に小麦粉はいつも打ち粉してもらって、はい、こうすることでダマにならへんので、はい、ここはもう必ずしてください。ちょっと思うよな。で、まあ、あのうちで使って、まあ、天水って言うんですけど、はい、まあ、あの秘伝の、はい、天水ということで、今日はちょっと使わさせていただいて、はい、はい、それは中はもう秘密、中秘密、まあある程度のことしか言えへんのですけど、90万円、はい、まあ基本は卵とお酒とお水、あと他にも何かがあるっていうのだけ出さないから、まあこれはあの冷えてるほどあのカラッと上がるので、あれすべて、はい、使ってもらってあれをすべて冷やして。ボールちょっとなんかあればボールですか、はい、どんだけピュアやねん。もうピーだよね。ピーで新しい交換音、手に入れとかなのあります。こんなもんでいいですか。あ、こんなもんで大丈夫です。はい、が震えてる。震えてるの？大丈夫、プルプルしてる。緊張してるのかな。これも借りといていいですか？はい。お玉か。お玉でも、はい、スプーンでも大丈夫なんで。はい。これで、あ、これで、はい。これで。そうそうそうでしょ、何でもいけるんですよ。はい。あ、そんなんが一番合いますね。はい、違うもん分けた。キャッチボールなかったよ、今の。キワやったな。ほんで、なんか、あとバット缶、小さいバット缶あれば。あ、はい、はい。バットやで。バットやで。バット出てこいや。ピュアやな。すごいなこれね。編集でちゃんと切るからね。天ぷら屋は天ぷら揚げ始めて何年目になるんですか。僕ですか。はい、僕は、デビューして、もう30、いや言い過ぎですね、20年ぐらいになります。43なんで、店戻ったんが23、4ぐらいなんで、はい、出るね。やっぱ修行とか出られたんですか。修行出ましたよ。はい、どこの奥地に。練習生として、京都市内で、はい、あの料理屋さんに勉強しに来ました。なるほど、はい、キャッ
キャラ定まってないの。やばいって。もう何も喋れへんのでな。あっちから。ところで喋る方がいい。次喋ってくれた。あ、ほんまに。いや、もうなんか教えるっていうのか、なんか。まあ、基本野菜とかはそんなに普通に粉と天水混ぜたところに普通に衣つきやすいんで打ち粉することはないんですけども、エビとか鶏肉とかは打ち粉してもらってもうご存知だと思うんですけど、はい、それでやってもらったらいけると思いますので、はい、でまあ油の温度を測るときはしっかり指を入れて後で実践しますんで、はい、はい、でちょっと鶏肉で揚げさせてもらいます。